皆さんこんにちは。ホンダ交通教育センターレインボー埼玉インストラクターの新井です。今回は交通社会に新たに加わったそう電動バイクシリーズ、新しい仲間を理解するためにはまずは正しい個性を知ること、それがすごく大切です。この電動バイクたちはどんな個性を持っているのでしょうか。より身近な存在として仲良くなるために、この電動バイクたちをインプレッションしてみようと思います。ガソリン車と比べてどんな個性を持っているか楽しみです。それではウェルカムトラフィック、行ってみましょう。それでは取り回しからインプレッションしてみたいと思います。最初の動き出しは少し重たい感じがしますが、あまり違和感はないですね。もう少し動いてみたいと思います。バッテリーが上の方についてる分、まあ、重心が上だなっていう感じはしますね。ではかけてみます。これかかってますか？すごく静かですよ。これ驚きです。きっとシャイなんでしょうね。では一緒に走ってみたいと思います。じゃあ一緒に走ろっか。シャイな反面加速は元気ですね。減速はどうでしょう。トルクが少ないように感じます。パワーがダイレクトにつながり、一方で静か、振動も少なく感じます。いかがでしたでしょうか。正しい知識、正しい取り扱い方、正しい乗り方を知っていただき、楽しいバイクライフをお送りください。それでは次回もお楽しみに。